午前の JR 新大阪駅。この年末年始から新幹線のぞみが全席指定となったこともあって、ホームに目立った混雑はありませんでした。こっちにいるばあばに会いに来ました。やっぱりトランプが一番楽しかったかな。席が取れなくて、思ってたよりも短い日程の規制になってしまって、海遊館とかね、行けて楽しめたかなと。一方、航空機の衝突事故の影響で空路から鉄道に切り替えた人も。もう欠航になってるんですよね。急遽新幹線で帰ることにしました。 JR 東海と西日本は事故を受け、今日合わせて5本の臨時新幹線を運行。こちらはいずれも全席自由席となっています。